さあ続いてまいります、カーナンバー9、末永直人。さあ末永直人、恵比寿南では両雄、この小橋正則に譲った形の第2位というところ、はい、ランキングも第5位というところまで来ております。今回は完璧に正則をサポートするということを言っていた。さあまずはまずまずの振り角度、そして通ってくるところ、アウトへちょっと持ってきていたが、危ない危ない、ちょっと飛ばす方向がちょっと違いました。走りにくいったらあれはしない。さあ絶景9番リンドタイアドリクチームオレンジ、末永直人1本目 96.1、 これ伸ばさなくてはなりません。さあいいスピード、さあまずはいい振り出しから、もう取った、いい来てる、悪くはない、先ほどよりまだいいから、いいぞ、そのままそのままの角度で追い込めたはず。お、さっきよりは、さっき、はい、さあということでいよいよ戦いは7組目の対戦ということに続く。さあでは参りましょう、カーナンバー18日比野哲也 VS カーナンバー9末永直人。さあ現在ランキング第6位日比野哲也 S14、 そして末永直人現在ランキング第5位。ここは末永直人勝ってなんとかというところだったんですが、どうでしょうか。今ずーっと加速してくる、まずは日比野後ろから、後ろが伸びる戻り、さあ日比野の伸びる戻り、さあそして末永直人も寄っていくというところではなかったんですが、日比野のミスの方が確かに大きく出るでしょう。でかいの2本目、3点差、まだ分かりません。さあこの3点差の中で今度は末永直人が前、そして後ろから日比野哲也、アウトから一気にイン側に切れ込んで末永、そして後ろから日比野近いところ入っている、さあ遠いポイントは取っている、あーずんと入ってきた、さあ先行末永直人と通過、いやー日比野取ったぞ、あ遠いこれはちょっと分からなくなった。そして末永直人ゾーン3不通過も取られるということになると、末永直人の先行という、あまだ日比野哲也の先行得点は実は 93.16、 そして末永直人の先行得点 93.9 ということは、この勝負勝ったのは末永直人ということになります。うわ僅差、これ2点だけだったんですね。いやもうちょっといったと思ったんですけどね、はい、面白そう、いや面白いですよこれどうなるか。さあ先ちょっと待ってください、これそうですよね、うん、大きな戦いですよね。そうですよ、もうシリーズ決まりますよね、これ、はい、さあでは行きましょう、カーナンバー9末永直人 VS カーナンバー66藤野秀之。さあいよいよリンロンタイヤチームオレンジ末永直人ランキング5位、ここは藤野を破ってさらに自分のランキングも上げていきたいというところですが、はい、しかしチャンピオンをかけて藤野まずは遠い、どう見せる、末永直人に対して、やー、キレのところに入ってきたが、どうでしょう、振り返し、ぐーんと寄せていく、入った、入った、入った、先行飛び出る、先行飛び出る、飛び出る中、飛び出る中、ぐーっと寄っていったのかどうか、だけど、末永直人、そのまま行き切ったんですよ、ね、それに対して、スタートからオンロード入った時に戻っちゃう、くって戻ったんですよ、ね、あれは引かれて当然なのかなというところ、うん、さあ、では入れ替えいきましょう。さあいよいよ入れ替えです、1本目はイーブン、どうなるこの対決。さあ2本目のスタート、藤野秀之はもう思いっきり行くしかない、先行あと追い、末永直人がどう出る、どう出てくる、まずは藤野思いっきり、そしてどうだ、返してくる、あと追い取ってくるか、どうだ、今は取っている、あと追いポイントも取ってそうだ、取ってそうだ、さあどうなる、うわーどうなんだろう今の、末永直人。カーナンバー15上尾勝弘 VS カーナンバー9末永直人。さあいよいよ決勝進出をかけたセミファイナルの2組目が動き出した、黒いマシン、この上尾勝弘が、上尾勝弘がいやー前に出て、ここから一気に加速、はい、グーンといく、さあそして後ろから末永直人、どこで入れる、あーどうギリギリか、どうギリギリか、さあどうでしょうか、後半に向けては末永直人ちょっと近づいた、もうセット、来た来た来た、来た来た来ました、後から末永直人が、さあセットです、では入れ替えいきましょう。
さあいよいよ入れ替えの2本目ということになります。決勝進出をかけた戦い、セミファイナルの2組目入れ替え目、これは末永直人先行、後い上尾勝弘、さあどう来るか。まずは前回だ、滑ってる滑ってる、さあちょっとここはついていけなかった上尾勝弘、空転させた、うわー落ちた、でかいミス、失敗、ここで大きなミス、上尾勝弘勝負あり、193対194、決勝進出末永直人というところで、今両者が現れました。さあ S1号 2JZ 搭載は両者一緒、一緒、車も一緒、はい、中村直樹バリのタイヤ、そして末永直人リンロンタイヤ、このタイヤのメーカーの違いというだけでパッケージング的には全く一緒。さあ両者で揃いました。改めて皆さんにご紹介いたしましょう。2019グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド7オートバリス、決勝を戦うのはまずは中村直樹、そしてその対戦相手、この男もここまで上がってまいりました、はい、末永直人。オートポリスドリフトラウンド7、いよいよ決勝です。カーナンバー99中村直樹 VS カーナンバー9末永直人。さあいよいよ動き出します。本当にこれが最後の勝負、ファイナル、中村直樹先行、後追い末永直人、どういう形で飛び込んでくる。まずは中村速いスピードで、そしてグーンと外した、ゾーン1外し、ゾーン2外した、さあそしてここはきっちりいくが、末永直人がどんだけ寄れるか、今フィニッシュ、ドキドキする、ビタッとくると思います。末永直人としてはとにかくマイナスされないこと、はい、さあそれでは入れ替え参りましょう。さあいよいよファイナル入れ替え2本目がスタートしていきました。どうなるこの対決、末永直人先行、あとい中村直樹の、さあビタビタが出るか、入っていく、ずっと寄っていく、あー出たー、寄ってる寄ってる、入ってる、これは決まったか、うわー、なるのか。そしてゆっくりと
末永直人が降りてまいりました、はい、それでは結果発表です。2019グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド7オートポリス優勝、中村直樹。